菅井国明は、北海道札幌市出身の教育学者。東北福祉、大学教育学部教育学科所等教育専攻、教授。東北大学名誉教授、教育学博士。北海道出身。東北大学大学院、教育学研究科博士課程後期を修了後、同大教育学部の教員となる。その後、同大学院教育学研究科長。 総長補佐、理事兼副総長などを経て、2006年11月に定年退職。合わせて、同大名誉教授。2006年12月、東北福祉大顧問。翌年4月に、同大の総合福祉学部社会福祉学科教授に就任。2015年4月に、同大教育学部教育学科所等教育専攻、教授兼大学院教育学研究科教授。 専攻庁に配置外となり、現在に至る。専門は、コミュニケーション障害教育。現在は、東北福祉大で、大学院学生の指導も担当しつつ、通信教育部では、特別支援学校教員免許の指定科目の一つ、聴覚障害教育の担当もしている。当時の定年退職は、本来は、63歳を迎えた年度の3月31日付だが、総長、 副総長などの理事職を兼任している場合は、その任期が切れた時点まで定年延長となる制度があった。ありがとうございます。